サーコリン・デックス・デービスは、イギリスの指揮者、イングランドのサリー州出身。成果が貧しく、ピアノを買うほどの金がなく、まず一番安い楽器のクラリネットから始める。王立音楽大学でさらにクラリネットを学ぶが、ピアノの演奏能力の欠如を理由に指揮法の履修は禁じられた。しかし同級生とカルマー管弦楽団を結成し、しばしば指揮を取っていた。 1952年にロイヤルフェスティバルホールに勤め、1950年代後半から BBC スコティッシュ公共楽団を指揮する。1959年に病身の夫クレンペラーの代理でモーツァルトのオペラドン・ジョバンニを指揮して一役名声を馳せる。翌年にはグラインド・ボーン音楽祭でモーツァルトのマテ敵を指揮してトーマス・ビーチャムの代役を果たした。 1960年代に、サドラーズ・ウェルズ・オペラやロンドン交響楽団、BBC 交響楽団を指揮する。1971年にゲオルク・ショルティの後任として、コベントガーデン王立歌劇場の首席指揮者に就任、1986年までそのポストを務める。マイケル・ティペットの擁護者として、ナオハセ・ノット・ガーデンやザアイス・ブレイク、ジノ・カメムを初演した。 ボストン公共楽団の主席客演指揮者も務め、シベリウスの公共曲全集、還元楽曲全集を録音した。1977年には、イギリス人指揮者として初めて、バイロイト音楽祭に出演し、タンホイザーを指揮した。1980年に、ナイトに上される。その後は、バイエルン放送公共楽団主席指揮者、ドレスデン。 国立歌劇場還元楽団名誉指揮者などを歴任し、1995年に母国イギリスのロンドン公共楽団主席指揮者に就任した。得意とするレパートリーは、モーツァルト、ブリテンのオペラのほか、ベルリオーズの還元楽曲やマーラー、シベリウスの公共曲などである。2013年4月14日、病気のため死去した。85歳没。 息子に指揮者のジョゼフ・ウォルフがいる。ありがとうございます。